アスカ。アスカは、かつて、西日本旅客鉄道、JR 西日本が1987年から2018年まで、保有していた、鉄道車用、客車で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。日本国有鉄道、国鉄大阪鉄道管理局、大鉄局では、かつてスロ62系、スロフ62系客車を改造した。 お座敷客車であるスロ81系、スロフ81系客車の6両編成を置き換えるため、1986年に新たな和風客車として、宮城を登場させていた。しかし、JR か目前の1986年12月28日に、宮城は余部橋梁上で、日本海からの強風に煽られ、全車両が転落し、廃車となったため、大鉄局には、 和風客車が存在しない状態となった。転落事故で廃車となった、宮城の大替が早急とされたのであった。このため、1987年1月には、新型和風客車の構想が発案され、同年4月には、正式に改造、製作が決定され、同年6月より、高取工場において、本格的に製造が開始されたものである。全車両。 アボシ総合車両所宮原支所所属で、全車グリーン車扱いとなる。4号車のハイデッカー車のみ14系信頼客車。それ以外の車両は12系客車より改造されており、両端の車両は、マローフ12系850番台。中間の車両は、オロ12系850番台。イベント車は、オロ14型850番台である。日本の客車では初めてベンチレーターを、 電動開閉式とし、手動レバーを廃止した。各車両共通の改造として、すべての窓をブロンズガラスで統一したほか、デッキと客室の出入り口は自動ドアとした。また、便所については、従来の FRP 製のユニットを一旦撤去した上で、暖色系の化粧板を使用したユニットを設置し、清潔で豪華な雰囲気を狙った。便所床にはステンレス板を使用し、 電気塗装により、クリーム色とした。洗面所は化粧室とするため、温水器、冷水器などを移設した上、大理石風のカウンターを使用して、レール方向に長く取り、大型の鏡を設置した。化粧板は淡いクリーム色とし、洗面器はグリーン系統の色とした。それまでのお座敷列車は、中高年齢層向けというイメージが強かったため、 本車両では、レトロモダンな雰囲気を車両内外に取り入れることで、若年車層の乗客にも違和感なく利用できることを狙った。外部塗装は、シンプルかつシックで安らぎを感じられるように、日本の古典的配色を使用することで、外観で車両イメージを表現するよう配慮した。柔らかいグレー系をベースカラーとし、 車両の連結面付近には白い雲を表現したデザインを施すことで編成としての流れを表した。また、各車両には線面を大きく描いたが、扇の色は日本古来の伝統的な色から9色を選び、各車両で色を変えることにより華やかさを醸し出すことを狙った。特に4号車のハイデッカー車では3色の扇を並べることで変化を持たせるとともに、 編成の中心であることを表現した。編成の両端の1号車と7号車には展望室を設置するため、スハーフ12系の乗務員室を編成内側に向け、便所、洗面所を撤去した上で、車端部から4.95メートル分を展望室とした。展望室の窓には、可視光線透過率を47%とした曲面ガラスを採用し、吹き寄せ部分を可能な限り細くした。 室内は茶色系でまとめ、移動可能な赤紫色モケットのソファーを11席配置した。天井には花びらをデザインしたシャンデリアを設置し、格調高い劇場サロンのようなムードの演出を狙った。シャンデリアは、点灯時にはピンク色、消灯時にはブルーに変化する調光式とした。4号車を除く各車両の客室は和風客室としている。 客室は床面より250ミリかさ上げした上で、588ミリ幅の通路を残して、全面畳敷きとした。通路側の座敷下には、下駄箱と足元等を設置している。通路側には座敷からの転落防止用と手すりを兼ね、天井格子と同色のついたてを設置した。座敷上のテーブルは4名一組の折りたたみ式とし、展望車では6択。 それ以外の車両では七択設置した。掘りこたつ構造にはなっていない。座席は、座椅子を配置した。和室の天井は、淡いベージュ色基調とし、天井格子をダークブラウンとした。照明具や空調吹器出口が目立たないように、配慮している。側面窓は横に拡大するとともに、横山に変化を持たせた障子を設けた。この障子は、全開時にはすべて、 吹き寄せ部分に重ね収納できるようにすることで、座敷からの展望に配慮している。また、荷物棚はセンスをモチーフとしたデザインとし、天井格子と同色とした。客室端部は、一方には収納庫や洋服掛けを設置し、もう一方には28インチテレビやカラオケ機器などを設置した。収納庫の開き戸には、格号車の愛称名と同じ植物の絵を描いた。 2.35.6号車には少人数で観覧できるように談話室を設けた。室内はタイルカーペットを敷いた上で5人分のソファーとテーブルを配置した。また、談話室の壁には各号車の植物をモチーフとした額を飾っている。なお、通路側の仕切りはガラス張りとしている。4号車は本編成の目玉商品として、 展望コーナー、イベントコーナー、カウンターコーナーを一体化した上で、それぞれの設備の個性を引き出すことを狙った。この車両では、床面は500ミリかさ上げされ、自然な色合いのカーペットで、一松模様に敷いた上で、ソファーの表地も売り物を使用することで、リビングルームのような落ち着きを表現し、ゆったりくつろげるように配慮した。展望コーナーの部分の側面窓は、 大型の曲面ブロンズガラスを使用し、編成端の展望室同様に広い眺望を得られるようにした。天井は、透過類、スピーカー、空調吹き出し口をすべて平ら天井にまとめ、シンプルな仕上げとした。客室内の一端にはイベントコーナーを設けた。ステージの背面は鏡張りとした上、床にはボディソニックパネルを2枚埋め込むことで、 臨場感を味わうことができるよう配慮した。また、このコーナーからは全車両に対して、ビデオ放送やステージからの実況中継ができるように、した。なお、ステージを使用しない場合は、鏡張り部分はシックな色のカーテンで覆うようにした。カウンターコーナーは、洋風で、カフェバー風のカウンターを設置したが、和風のイメージを感じられるように、カウンターの色は、漆調の配色とした。 シンプルな中で豪華さを感じられるようにカウンター株と車内の腰板は絨毯張,張りとした。1987年10月末に展望車とハイデッカー車を含む5両が完成。同年11月1日から暫定的に5両編成で営業運行を開始した。同年11月20日には残り2両の改造も終了。以後は7両編成で運行されたが、運用区間。 需要によっては6両に短縮されて運行されることもあった。1996年頃にはリニューアル改造を受け、団体臨時列車中心に運用されたが、運転機会は少なくなってきていた。2016年7月6日、展望車であるマロフ12-851とマロフ12-852が、スイタ総合車両所に改装され、2016年9月5日付で、 廃車された。2016年10月19日、ハイデッカー車を含む中間車5両である、オロ12851、オロ12852、オロ14851、オロ12853、オロ12854が、水田総合車両所に改装され、オロ12851と、オロ12852は2016年11月17日付で、 廃車された。残りのオロ14-851、オロ12-853、オロ12-854も2018年3月31日付で廃車され、全車廃車となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。